冷凍デジモンだったのに、分けてるんかな。雪だるもんが出てくるだけな感じがします。みんなバラバラになったんで、タイチとアグモンしかいません。じゃあ行きましょう。いきなり戦闘シーンから、あれは氷山だ。あ、ぶつかる、ぶつかる、ぶつかる。氷山に飛んでいった。ベッドに乗って吹っ飛ばされたんだかな。いてててて、アグモン大丈夫か。あれ、服ちゃんと着てる、うん、アニメではパンツ一丁やった気がする。手袋があるにしても半袖短パンは寒いよ。そうだ、天使温めてあげようか。しかもなぜかルーズソックスっていうね。そうか、ベビーフレームがあったか。頼むけど気をつけてくれよ。いや、ベビーフレームを体に打ったら熱いってレベルじゃないぞ。焼けるぞ。任せて。あ、もうあかんわ。真っ黒ホゲだ。バヒューン、あっち程度でいい。やりすぎちゃった。ごめんよ、何をやってるんかわからんけど、一種の漫才になってるな。このまま流されてどこ行くのかな。島の外のことなんて何も知らないのに。アニメでは服がちょっと焦げてしまったっていうオチがありました。デジモンがいた海の向こうか。海の向こうに行きたいんだ。ヌメモンがおる。ヌメモンなんて放置や。もう十分戦った。一体いつになったら、同じ雑魚敵ばっかり出てこなくなるんだろう。同じ雑魚敵はいいや。相手もいっぱい。使い回しの雑魚敵ばっかりで。ほっとこ。何もない。雑魚敵ばっかり。ちょっと待っておけばどうせ来れなくなるんだろ。ほら。で、そのままアイテムを取って回復 M 突っ込んでいくと、そこには雪だるもじゃなかった。一応メインストーリーだから。シェルモン、シェルモン、シェルモンの方にはアイテムがある。シャルモン、ハイドロプレッシャー。どうでもいいアイテムだけだった。シェルモン襲ってこない。ほっとこう。ボスだったのにとうとう雑魚敵扱いか。かわいそうなシェルモン。アイテム多いな。そしてもうセーブポイント。ということは特にイベントもなくボスかな。赤いのはボスとかいっぱいあるな。アイテムはなし。あからさま真ん中のやつに話しかけたら出てきそうだけど、先に奥から行こう。何もない、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 何もなかった。あからさま罠っていうようなやつを調べてみよう。みんなどこに行っちゃったんだろう。まずここにポストがあることに疑問を考えようぜ。ポストが変身しただと。雪だるもん、声が違う。さっきのは絶対レードパンチ。黒い歯車に操られてる。黒い歯車どこにある。雪だるも成熟期デジモン、必殺技は絶対レードパンチ。進化だグモン。フレイモンがメガフレイム連打するしかないやん。メガフレイム2000与えてあのダメージ。ちょっと待って、向こうの方が素早さ早いぞ。メガフレイム、いやでも絶対レードパンチ来た。ショック、これは勝てるな。ダメージレースで勝てるぞ。
はい、すぎです。余裕やな。もうダメージ量が全然違う。ディスプレイです。メガフレーム。さあ次で終わるぞ。ディスプレイです。抜かれるか。大丈夫やった。絶対レードパンチは1回しかしてこなかった。メガフレーム。最後だけ急所になってる。ビクトリー。楽勝だった。キーパネルが大きくなったよ。メガヒール。もうヒールが役立たずになったのか。メガヒールに変わった。あれ、なんで暴れてたのか。なんで暴れてたのかな。なんか相撲取りみたいな声だな。やった、黒い歯車を壊したぞ。アニメでは太一がアグモンを蹴飛ばして背中に飛び移ってゼロ距離ベビーフレーム。怪我はない。で倒した。あれ、あっちで君に似た子供とガブモンを見たけど。なんかこの声が悲しいな。アニメの声めっちゃ好きやったのに。あのトローンとした声聞いてたら寝てしまいそうになりそうな喋り方が本当に大好きだったのにな。いや、まずこんな氷山の海を泳ぐと速攻で凍ってしまうよ。じゃあ、お礼に隣の島まで渡れるようにしてあげるよ。そんなことできるのか。そんなことできるのか。はあ、海を凍らせて隣の島まで橋を架けてあげるよ。絶対レードパンチ。そうか、橋があれば歩いていける。何の疑問も感じないな。どうする、隣の島に行くかい。やり残したことはないだろうか。よし、ヤマトを探しに行こう。調べてみる。いや、別にアイテムもないよ。探しに行くぞ。もう終わりですか。早いな。吹雪の中のヤマト。あまりに短すぎるので続けていきましょう。吹雪の中のヤマト。ヤマトもバラバラになったのでガブモンと2人だけです。じゃあ行きます。タケル。やっぱりそうだった。タケル、どこだ。どんどん吹雪がひどくなってきたよ。タケルがいないとヤマトが来るっていうな。タケルはできた子なのにヤマトができた子じゃないっていう。ヤマト、ガブモンの話を聞きなさい。激突冷凍デジモン界は嫌いな回の一つやわ、ほんま。ヤマトが痛い子すぎて。うわ、早い早い早い。ヌメも早い。なんか早いぞ。気のせいか。しかもどこまで追ってきてるんだ。宝箱でガードして逃げろー。ピーポーくんです。逃げろー。さすが歩くと。お、左に宝箱が。よし、宝箱だらけだな。デジピースをよこせ。デジピースをよこせ。ないな。同じ雑魚デッキばっかり。勘弁してほしいよ、そろそろ。わわ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 。ちょっと待って、ちょっと待って。どこまで来るんだ。バテたな。サラサラ。ベトベトを直す。ベトベトなんだ。タケル、タケルはどこだ。俺はここにいるぞ。ガブモンがかわいそすぎて。返事をしろは
ガブモンが思ってることだよ。無視すんじゃねえよって。ガブモンのこの顔パカーって開けた。今からベビープチファイヤーで燃やそうとしてるのかな。はぁ、あ、って感じだな。もう終わりかよ。またしてもあまりに短すぎるので続けましょう。襲来冷凍モジャモン。この回か、嫌いな回の一つだ本当に。ヤマト、ヤマト、ヤマト、あそこに洞窟がある。あそこで休もう。タケルもあそこに避難してるかも。そんなわけないだろ。全く周りを見えなくなるっていうね。まだ子供なんだから。タケル、この中にいるのか。誰もいない。バラバラに飛んだの見たじゃないか。タケル、ここにもいないのか。ヤマト、焦ってもしょうがないさ。風も引いてるし、吹雪が止むまで待とう。俺はここだよ、後ろにいるよ、返事してくれって感じでアピールしてる。俺は大丈夫だから、お前休んでろよ。タケルは俺が探してくるよ。だからヤマトはここで休んでるんだ。え、マジでありがとうって顔するやなかった、確か。ガブモン、ありがとう。じゃあちょっと休むよ。俺なら平気だよ。怪我は来てるからさ。じゃあ行ってくるから、ここで待ってろよ。で、ガブモンが焚き火をしてくれて、ヤマトは待ってないといけないはずなのに。タケル、やっぱり俺だけ休んでいるわけにはいかない。振り向いてタケルって言いながら走っていくって。タケル、タケル、あれ勝手に動く。ゴゴゴゴ。タケル、どこにいるんだ。声がおかしくなった。もう限界だ。バタン。目の前にヤマトが。冷たい。体中が冷え切っている。このままじゃ凍え死んじゃうよ。凍え死んじゃうよ。俺の毛皮を誰も見てないよね。誰も見てないよね。フラグ。チラチラ。脱ぎ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 。真っ暗になった。う、あ、かゆい、うま。もう具合大丈夫？クション。ずっと俺を温めてくれていたのか。あれ、おかしいな。代わりに風邪をひいてしまいました。俺の代わりに風邪をひいたのか。ごめんな。すっかり良くなったよ。すげえな、寝てるだけで回復するって。あ、いや、照れるな。おい、ヤマト。ヤマト。大地の声だ。大地たちが絶対レードパンチで海を渡ってきたよ。よくここが分かったな。雪だるもん、どこ行った。これからどうする。決まってるだろ。みんなを探すんだ。みんなを探すんだ。この意見はいい。おお、敵がおる。また雑魚敵かよ。おお、シェルモン。HP ブースト3。HP200 アップ。やった。シェルモンどいて。シェルモンどいて。こっちがあったあった。こっちにもあった。鋭い爪3つ。さっき来たところ逆走しただけじゃない。逆走だ。タケル、いろんな島に飛ばされたの見たじゃないかって、ね、おかしいな。雪だるもんがここにはいないよって教えてくれるはずなのに。雪だるさんの存在は
どこに行ってしまったんだ。こっちゴールっぽいな。上だな。上に行こう。上に行くとアイテムがあるはず。あったあった。こういうところで、うわー、シェルモンがある。ぬめ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 。ここで左に行けばゴールかな。そうそう、まだ続く。また同じようなマップにアイテムあるか。ないな。あったあった。分厚い鱗。正しいアイテムかな。また早く調べろ。カンカンカン。 SP ブースト3、 SP が増えるよ。やったね、タエちゃん。ゴールかな。まだかよ。長い。アイテムを集めるだけの簡単なお仕事になってきた。ブレイクアタック。お、戦隊攻撃しかないデジモンに覚えさせればいい技だな。ここはドーナツ型になってるのかな。セーブポイントがあるアイテムがあって、シェルモンは無視して右にないかな。あった。こう抜ければシェルモン気づかんな。あ、データ種やからそこまで襲ってこないな。モノクロモンと一緒だ。一体どこにいるんだ。太一が冷静に答えを出します。ここにはいないんじゃ。さっきからぼーっとしてみんなを探す気はあるのか。なんかいきなり言いがかりや。ヤマトはダメだな。ヤマト、それよりもこの島がどこに向かっているか気にならないか。それよりもだと。それよりデビモンが言っていた海の向こうの世界、そこに向かってるんじゃないかって。みんなを探すことより大事なことなんてあるのかよ。ボカン。海の向こうの世界に行けばみんなと会える方法が見つかるかもしれないだろう。いろいろ考えてるんだよ、太一だって。ケルがいない今の俺の気持ち、お前に分かるはずがないよな。めっちゃ叫んでる。分かるはずないよな。なんだと。なんだとかな。なんか太一から殴り出したみたいやないか。ヤマトが最初に手出したんだよ。風邪ひいてるのにガブモンだって。このヤマト。タケルは一人じゃ何もできないんだよ。逆だよ。タケルがいないと俺は何もできないんだよってちゃんと言いなさい。あれ、殴り合いがなかった。殴り合ってコロコロ転がって崖から落ちて、タイチがこの手は絶対に離さないってヤマトを助けてるのに。うわぁ、ヤマト、危ない。間一髪だった。怪我はないか、ヤマト。話は違うけど、結局太一がヤマトを助けたことになった。ああ大丈夫だ。俺から殴ってかかってたのに助けてくれるなんて、なんて太一はいいやつなんだ。ヤマトは今思ったはずだ。傷はランク上がったし。いやなんか可愛いな。おにゃー、ガブモン進化。ガルブモン、フォックスファイヤー。フォックスファイヤー、戦士かけたな。進化グレイモン、メガフレーム。メガフレーム2000効いた。なんだこのさ、骨骨ブーメラン。なんで2回もするの、骨骨ブーメラン。
遅いよ。こいつの必殺技は何やったっけ。メガフレーム、ハイシクエッジかなんかそんな感じだっけ。そんなん出す前に倒してしまった。レベル差があるから違うのか。ショックガード、なんだそれは。ショック状態になりにくくなる。うぎゃー、やった。タイチ、あれを見ろ。崩れたところから黒い歯車が、黒い歯車が、この歯車がヤマトとタケルを離れ離れに。フォックスファイヤー、壊してもだと思ったら逆走しだした。おい、みんな大変だ。島が移動してるみたいだよ。雪だるまが戻ってきた。ちょろっと出てきた。なんだって、本当だ。単眼鏡で無限マウンテンを見たんだな。もしかしてタケルもそこに。だからタケルは別の島に飛んでいったって言ってるじゃないか。あ、きっとそうさ。待っててくれタケル。あそこにはデビモンがいる。俺たち喧嘩してる場合じゃないよな、っていう会話がありました。ということで、激突冷凍デジモンでした。次回は守護者ケンタルモン、ミミが主役だな。ミミとミミだけだな今は。ということで終わります。